キャットプレスってどういう雑誌なんですか？そんなに面白いんですか？もしかしてプロデューサーさんもそういう記事読んでたんですか？なんだかごまかしてませんか？まあちょうど相談したいことはあるんですけど。はい、こういう雑誌のグラビアってやっぱりそのちょっとエッチな感じなんでしょうか？たまにセクシーですか？またな、私ってそんなにセクシーじゃないですよね。頑張ってポーズつけたりしてもなんかどこかが足りない気がします。魅力的なグラビア？そんな風に心に飛び込むためにはどうすればいいんですか？わかりました。つまりいつもの私でいいってことですね。そっか、そのぐらいしなきゃさらけ出したことにならないんですね。よし、ここは思い切って。